俺の名前は岡本実、21歳。大学卒業後、地元を離れて一人暮らしを始めた。仕事はそれなりに忙しく、特に地元に戻る理由もなかった。しかしある日、仕事の出張で2週間ほど会社を離れることになった。出張先は偶然にも実家の近くだったので、俺は実家に顔を出すことに決めた。そこで再会したのが、父親の再婚相手の連れ子、さゆりだった。しかしこの再会が、俺の人生を変える出来事になるだなんて、その時は考えもしなかった。岡本君、急なお願いなんだけど、出張を頼むよ。上司の言葉に、俺は仕事へのプレッシャーを感じてドキリとした。新しい環境と仕事、トラブルがあったとしても、一人で何でも対処しなければならない出張は、俺にとっては緊張するものだった。出張先は君の実家の近くのようだし、土地勘があっていいんじゃないかと思ってね。実家の近くと聞いて、張り詰めていた気持ちが一瞬だけ緩んだ。長らく訪れていなかった実家の存在を思い出したからだ。早めに支度を整えてくれ。頼りにしているよ。上司の言葉に、俺は少しだけ自信を取り戻し、出張に臨む覚悟を決めた。同時に、実家の親に連絡を入れようと思った。俺の母親は、俺が小学生になる前に亡くなっている。父親は、仕事と育児と家事を同時にこなせるほど器用ではなかったので、俺はよく祖母の家にお世話になっていた。そんな生活が変わったのは、父親の再婚が決まった時だ。新しいお母さんが5つ年上のお姉ちゃんを連れてくると父から言われた日は、どんな人が来るのだろうと期待と不安が入り混じっていた。初対面の日、再婚相手は穏やかな人で、新しい家族になることに対する不安はみるみるうちにしぼんでいった。そして彼女が連れていた俺の姉になる少女、さゆり。さゆりは物静かで澄んだ瞳を持つ美しい少女だった。それから家族として共に過ごす日々が続き、俺たちは兄弟としての絆を築いていった。しかし思春期になると異性の兄弟が恥ずかしくなり、自然と一緒に時間を過ごすことが少なくなった。それでも険悪なムードにならなかったのは、同じ習い事をしていたのとポンの存在があったからだろう。ポンはうちの飼い犬だった。ポンと俺、さゆりの3人で行く散歩や庭で遊んだひとときは何気ない日常だったが、今思えば幸せな時間だったと思う。ポンがいなくなった今でも、実家の庭にはまだ犬小屋が残っている。出張初日、緊張しながらも仕事を終えると、俺は懐かしい風景が広がる町に足を向けた。実家の庭にあるかつての犬小屋を見て、思わず口角が上がる。玄関を開けると、父と義母が出迎えてくれ、懐かしい笑顔が俺を包み込んでくれた。しかしそれだけではなかった。さゆりもいたのだ。さゆりは玄関から入る風に黒髪を揺らしながら、優雅な笑顔で俺を出迎えた。時を超えても彼女の美しさが変わることはなかった。久しぶりだね、みのるくん。お仕事お疲れ様。さゆりの声は優しく、心地よく俺の耳に届いた。家族といる安心感に緊張感が溶けていく。その日は夕飯を家族で囲み、久々に4人揃った時間を過ごした。翌日、仕事が終わった俺は気分転換にと公園へ向かっていた。思い出を振り返るように近所の懐かしい場所をつい目で追ってしまう。昔よく遊んだ公園に入ると、手をつないでいる恋人同士の姿が目に入った。向こうから歩いてくる人物に俺は目を見張った。あれ、ミノルくんじゃない。おかえり、お仕事お疲れ様。
昨日と変わらない優しい笑顔のさゆりは、恋人である隣の男性を紹介した。こちらは中村さん。私たちお付き合いをしているの。こちらの方は？ミノル君は私の義理の弟です。今は仕事で実家の方に戻ってきていて。ああ、と納得したような声を出して、中村は自信たっぷりに手を差し出し、握手を求めてきた。俺は少し戸惑いながらも、中村の手を握り返す。さゆりの幸せそうな表情と、中村の余裕のある態度に、居心地の悪さを感じた。なんとなく癖になっていた名刺交換をして、俺は足早にその場を立ち去った。仕事が休みの日曜日、前日から泊まっていた実家の自室で布団にくるまっていた俺は、さゆりに叩き起こされた。は、え、なんで姉ちゃんがここに？寝起きで慌てる俺以上にパニック寸前になっているさゆりを見て、なぜか俺は冷静になれた。布団の上にゆっくりと正座して、大きく深呼吸をした。姉ちゃん、どうした？何があった？さゆりも布団の上で正座し、不安そうな表情で口を開いた。私、園長先生から幼稚園で侵入希望の保護者への説明係を任されたんだけど、自信がないの。どうやって伝えたらいいかわからなくて。さゆりは近所にある幼稚園で先生をしている。真面目な彼女はその仕事を誇りに思っているからこそプレッシャーを感じているのだろう。大丈夫だよ、きっとできるって。姉ちゃん、もう先生になってから何年も経つじゃん。プロなんだから、素人に説明するなんて簡単だって。俺はわざとおどけた物言いをした。それが功を奏したのか、さゆりは少し安心した表情を見せた。まず相手の立場に立って話すことを心がけて、それから自信を持って。それから俺はサラリーマンとして培ってきたプレゼン能力をさゆりに説明した。実際どこまで役に立つかはわからなかったが、さゆりの表情がだんだんと明るくなっていくのはわかる。説明が終わった頃になると、俺の腹の虫が泣き出した。さゆりはハッとした表情になり、ごめんと謝りながら、何かご馳走させて。ああ、でも、お母さん何か作ってくれてるかな。ちょっと待ってて、とさゆりは台所へ小走りで向かった。正直、いつも優雅で自信にあふれているさゆりの姿とのギャップに、俺は可愛げを感じた。お母さん、朝ごはん作ってくれてるみたい。だから、ランチはどこか食べに行こう。どこか美味しいところ知ってる？ちょっと歩いたところにお店ができたの。幼稚園でお母さん方から聞いたんだけど、とっても美味しいんですって。そんな話までするのか、と俺は驚いたが、それはきっとさゆりが職務に真摯に向き合い、保護者からも信頼されている存在だからだと思った。今回の説明会の担当になったのも、彼女の人柄を見込んでのことなのだろう。さゆりに連れられて行った店は、木目調の内装が温かみを演出しているレストランだった。小さな子供の遊び場が用意されていて、メニューも和食、洋食と種類が豊富だ。何にしようかな。さゆりが楽しそうにメニューを選んでいるとき、ふと窓越しに中村らしき人影が見えた。日曜日だからここにいてもおかしくはないが、ファミリー向けの店にいるのがなんだか腑に落ちなかった。少し気にかかりながらも、俺は気を取り直してさゆりに声をかけた。これ美味しそうだね。姉ちゃん何する？オムライスにするわ。俺はカツ丼にする。食事が運ばれてくる頃には中村らしき姿を見たことなどすっかり忘れてしまった。その日の夜、俺とさゆりは庭の片隅に座り、夜空に輝く星を仰ぎながら幼少期の思い出話に花を咲かせていた。さゆりの説明の練習に付き合っていたら、あっという間に時間が経ってしまったのだ。昔
姉ちゃんとこの庭でよく一緒に遊んだな。ミノルくん、ポンと一緒に転げ回ってボールみたいになってたよね。ポンか、懐かしいな。俺は深くため息をついた。あの頃が一番幸せだった気がする。そうね、幸せだった。でもね、今の時間も大切なんだよ。会話が途切れて、庭には静かな夜が広がった。不意にさゆりの細い腕が俺に伸びて髪に触れた。やっぱりミノルくんの髪の毛ってポンそっくりね。姉ちゃん、小さい頃やけに俺の頭を撫でてくると思ってたけど、まさかポンの毛並みに似てたから？バレちゃった。さゆりはいたずらっぽい笑顔で俺に微笑んだ。その無邪気な一面に、まるで心が弾けるような感覚が広がった。その日は、一人暮らしをしているさゆりの家まで送ることに。さゆりの住んでいるアパートは、静かで穏やかな雰囲気が漂っており、玄関先には小さな観葉植物が置かれていた。送ってくれてありがとう。よかったら、今度うちにも遊びにおいでよ。あ、またの機会に。説明会頑張ってな。うん、ミノルくんが教えてくれた通りにやってみる。さゆりから向けられる微笑みには感謝の気持ちがこもっていて、なんだかくすぐったい気分になった。しかしこの後、俺は衝撃的な展開を迎えることになる。俺の出張もようやく折り返し地点。今日はさゆりと約束をしていたわけではなかったが、説明会がうまくいったのかが気がかりだった。成功してても失敗してても、今日は食事に誘おう、そう思っていた。しかしインターフォンを押しても反応がない。壊れているのかと思い、ドアをノックしても返事はない。ドアノブに手をかけると、何の抵抗もなく開いた。俺は泥棒や強盗がいるのでは、と冷や汗をかきながら、ぐっと拳を握ってさゆりの部屋に入った。中はシンプルな家具で揃えられていて、整頓された綺麗な部屋だった。部屋の片隅に座り込むさゆりはすぐに見つかった。彼女の瞳には涙があふれ、幾筋も頬に涙の跡が。俺は心臓が激しくなるのを抑えながら、さゆりのもとへ歩み寄り、静かに声をかけた。どうしたんだ？彼女はただ黙って首を振るだけで、口を開かない。俺はこういう時にどうすればいいのかわからなかったので、さゆりのそばに腰を下ろした。ピクッとさゆりが反応したのがわかる。そうしてしばらくすると、さゆりはゆっくりと口を開いた。全部、嘘だったの。絶望に押しつぶされそうなさゆりの声は、俺の心に重くのしかかった。嘘だった。聞き返す俺の言葉に、さゆりは服の袖で涙を拭い、切なげな表情で告げた。今日の説明会、中村さんがいたの。あの人、妻子を連れてきていた。彼の名前も、仕事も、全部嘘だった。信じられないくらい、全部が作り物だった。彼女の瞳には、みるみるうちに涙が溢れてきていた。あの瞬間、私の中で何かが壊れていくのを感じたの。パンって全部弾けちゃった感じ。彼女は声を震わせながら続けた。ミノルくん、お願い、私と一度だけ。やっとこちらに顔を向けたさゆりは、流れる涙を乱暴に自分の服の袖口で拭った。もう一度だけでいいから、一緒にポンの散歩道を歩いてほしいの。こんな状態では眠ることもできないし、部屋で塞ぎ込むのも嫌だとさゆりは言った。
子供の頃の思い出に浸ることで、さゆりの気持ちが少しでも和らぐのならと、俺は出かける用意をした。路地の明かりが点々と続く道を、俺とさゆりは歩いていた。愛犬ポンとの散歩道は、あの頃と違って、空き地も少なくなっている。あの頃は、さゆりが俺の歩幅に合わせてくれていたが、今では俺がさゆりの歩幅に合わせている。この道、子供の頃はもっと長く感じたけど、こんなに短い距離だったんだね。さゆりの目元は涙のせいで赤くなっていたが、声には少しずつ張りが戻っていた。ポンは姉ちゃんが好きだったから、よく懐いてたよな。お母さんのことも好きだったみたいよ。それじゃあポンはただの女好きじゃないか。ふふっとさゆりが小さく笑った。その笑顔が俺の心に優しい余韻を残していく。なんだか懐かしいね。そして俺に腕を伸ばした。本当にポンの毛並みにそっくり。安心する。それ、今回だけだからな。さゆりの指先は繊細で、優しさと同時に悲しみが伝わってくるようだった。指先が俺の髪を行ったり来たりとなぞるたびに、心の奥底で何かが熱を持ち始める。さゆりに対する思いが深まっていくのを感じた。俺、姉ちゃんのこと。声には出さず、心の中でそっとつぶやいた。過去の思い出や彼女の笑顔が、頭の中に次から次へと浮かび上がる。俺は、さゆりへの恋心を自覚した。中村からの付きまといが始まったのは、それからすぐだった。幼稚園の退勤時間に中村が現れ、さゆりを食事に誘ったらしい。さゆりは断ったが、どうしても謝罪がしたいと懇願され、さゆりの方が折れた。しかし、そこで聞かされたのは、妻とは別れるから、君と幸せになりたい、自分と結婚してほしい、という身勝手な言葉だったそうだ。そんな男の言葉は、もはや信じられるはずもないのだが、さゆりの心は揺れ動き、事情を知っている俺に相談してきたというわけだ。話を聞いて、俺は怒りで目の前が赤くなった。通勤カバンの中から中村からもらった名刺を取り出して、バンとテーブルに叩きつけた。ここにどれだけの嘘が書かれていた。そんな男の別れるって言葉をそのまま信じられるのか。それは…自分の身勝手でこんなものまで用意する嘘つきなんだぞ。妻子がいるくせに姉ちゃんに近づいてくる。それが中村の真実だ。さゆりの目には悔しさと同時に覚悟が宿り、固い決意が感じられた。中村が逆上した最悪の場合でも、俺には自信がなかったわけでもない。俺はさゆりを守るため、中村にしっかりと向き合う覚悟を決めた。ありがとう、みのるくん。私は、もう中村さんのことは信じない。これで終わりにする。彼女の手は小さく震えていたが、瞳には新たな希望が生まれているようだった。中村との過去を断ち切ると決めたさゆりに、俺の胸の中には安堵感が広がっていた。だが、中村の方は必要にさゆりにつきまとい始めた。幼稚園ではなく、アパートの前でも待ち伏せ、その時にさゆりは強く拒絶の言葉を伝えたそうだが、中村はニヤニヤと笑っているだけ。それからも付きまといは続き、さゆりが俺に相談してきた頃には、目の下にクマができていた。今朝は玄関先の植木鉢が割れていて、朝から掃除していたの。中村さんがっていう証拠はないけれど。わかった。今夜は俺がついていくよ。アパートに近づくにつれ、さゆりは不安げな表情を浮かべていた。薄暗い中、玄関先で待ち構える中村の姿が見て取れた。そして
中村が俺の前に立ちふさがる。あんた、嫁も子供もいるんだろ。姉ちゃんに近づくのはやめてくれ。中村は冷たい笑みで鼻をふんと鳴らし、さゆりに近づこうとした。俺はさゆりの身を守るように後ろに引き寄せた。姉ちゃんをこれ以上傷つけたら許さない。許さない？どうするつもりだ。中村は玄関先に置いてあった子供用のバットを手に取り、何の躊躇もなく振り下ろした。コンクリートを叩く高い音が響いた。バットを振り上げた中村の姿が月明かりに照らされる。中村の目は狂気に満ちており、それを見ているだけで背筋が凍るようだった。バットが折れ目がけて振り下ろされる。俺は瞬時に反応し、空手の上げ受けでバットを受け止めた。しかしその衝撃で右腕に鈍いしびれが走った。それでも俺は一瞬たりとも中村から目を離さなかった。右腕でバットを受けたまま、もう片方の手で聖剣突きを繰り出す。中村はうっとうめきながら地面に崩れ込む。コロコロっとバットが転がる。俺は息を深く吐いて中村の挙動を見張っていた。中村はふらふらと立ち上がると、俺たちの前から立ち去った。中村の影が次第に遠ざかる中、俺は今さらしびれと痛みを感じた。しかしさゆりの安堵の笑顔が目に入り、その痛みも耐えられた。近所の人が通報し、救急車と警察が呼ばれたのか、遠くからサイレンの音が近づいてくる。現実離れした光景だとぼんやりしていると、俺はさゆりに抱きしめられていた。腕を医者に見せた結果、幸いなことに骨に異常はなかったが、打撲による痛みと鮮やかな紫色になった皮膚は目を見張るものがあった。実家の両親に迎えに来てもらい、俺とさゆりは実家に泊まることに。帰宅途中も帰ってからも、何度も感謝と謝罪を繰り返すさゆりをなだめ続けた。普通に話ができるようになったのは日付が変わる頃だ。みのるくん、ちゃんと空手の型を覚えてたんだね。まあね。さゆりは懐かしそうに続けた。合宿で行ったキャンプ覚えてる？肝試しで姉ちゃんがお化け役の先生に空手の技使って気絶させたやつだろ。あれは絶対忘れないわ。そういうのは忘れていいの？さゆりは少し照れくさい表情で頬をぷくっと膨らませた。その姿はまるで子供のようだった。じゃあキャンプ場でさ、私を誘ってくれたことは覚えてる？え？俺は首をかしげた。嘘、覚えてないの？聞いたら思い出すかも。それは思い出すって言わないの？なんだろう。姉ちゃん、ヒント。ヒント？綺麗な星空の下で一緒に何かをしたかな。俺は思い当たる感じがした。もしかしてタイムカプセルか。ピンポーン！さゆりは手をたたいて喜んだ。喜んでいるさゆりには悪いが、俺は正直うろ覚えだ。でもこんなに喜んでいるんだったら相当嬉しい記憶なのだろう。姉ちゃん、来週の日曜日一緒にキャンプ場へ行かないか。そして当日、俺たちは穏やかな風が心地よいキャンプ場に足を踏み入れた。さゆりと一緒にタイムカプセルを掘り起こしていると、昔の思い出がよみがえり、懐かしさを感じた。確かここだったかな。さゆりがスコップをざっくりと地面に突き立てた。土を掘り返すと、色が古ぼけたカプセルが姿を現す。さゆりがワクワクした表情でカプセルを取り上げ、中身を確認し始めた。中に入っていたのは古びた手紙。そこには俺が幼い頃に書いた文字が並んでいる。
姉ちゃんと一緒にでかい家に住んで、たっくさんの犬を飼う。そこにはさゆりの手紙も入っていた。今日のキャンプは楽しいね。みのるくんがタイムカプセルに誘ってくれて嬉しかった。これからもずっと仲良しでいようね。みのるくんと一緒にもっと楽しい時間を過ごしたいな。俺たちはキャンプ場に座っていた。夜空には星たちが瞬いている。だが、さゆりの笑顔はその星々よりも輝いて見えた。姉ちゃん、実は、俺は胸を強く打つ音を感じていた。俺、姉ちゃんがすごく好きだ。さゆりは目を丸くして驚きの表情で俺を見つめた。しばらくの沈黙が夜の静けさを一層際立たせる。俺たちの関係は兄弟だけど、それでも一緒に未来を築いていきたい。さゆりの瞳には驚きから次第に嬉しさがにじんできた。そして花が開くように微笑んだ。みのるくん、私もずっと君のこと大切に思ってたよ。俺はさゆりの体を抱きしめた。この先みのるくんと一緒に歩んでいけたらいいな。姉ちゃんとならどんな未来だって楽しめるよ。俺たちは新たな一歩を踏み出す覚悟を胸に抱いた。それからはトントン拍子だった。緊張しながらも父と義母に伝えると、お前たちが本気で考えているなら俺たちも応援すると言ってくれた。お前たちが幸せならそれが一番だと。さゆりは幼稚園教諭としてたくさんの子供たちに囲まれ、俺は仕事で成功を収めた。結婚後、犬を飼う夢も叶え、俺たちは笑顔があふれる家族となった。タイムカプセルの中の夢が俺たちの現実になったのだ。そしてさゆりの出産もあり、今では2人の子供たちと楽しい日々を送っている。幼い頃の夢を叶えた俺の今の夢は、家族みんなで幸せになることだ。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。